パンってこうやってやってるな、多分前行くとほらね、こうやってやると、こうやってやると回るパンクパンクパンクね、止まるのはこうやって人と止まるから、するとこれ乗ってね、これ前やるとね、ずっとこれね、あの、あ、早い早いパンク早いパンク早いパンク運転できるのか、すごいな、おいおいおい止まらない、止まり方止まらないと、そっち危ねえわ、パンク降りろ、降りろ、パンク降りろパンク、パンク、パンクパンク、パンクは無事だけど、あれどうするの、セグウェイは乗りっぱなしかよ、よし、もう一回乗ろうか、パンクというわけで、再チャレンジパンクね、止まるときはね、これ引っ張るの、こっちへパンク、こっち引っ張るの、パンクパンク、パンクパンク引っ張れば止まるから、引っ張らないとパンク、引っ張らないとパンク、引っ張る、引っ張る、こっち引っ張ると止まるだろ、引っ張る、引っ張るパンク降りろ、降りろ、パンク降りろ、あーこんな走ったの久しぶりだよ俺パン君。しかしパン君、何度失敗してもセグウェイに興味津々。これ聞いたこれね、これね、こっち引っ張ると止まるから、その時パン君、なんとパン君、目の前の岩に気づくと、とっさに避けるように体重移動、そして見事に岩を避けました。すげえな、パン君とっさに取ったこの行動でセグウェイの仕組みに気づき始めた様子。そこでさらに上達してもらうため、今度は志村園長が誘導しつつ走ることに。ところが、パン君早いじゃん、パン君の方が早いじゃんよ、パン君止めろ止めろ、パン君止めろ止めろ、パン君止めろ、そしてパンク大丈夫だ。でも飛び降りなかったのは自分で止まろうとした証拠。するとパン君、今度は自分で、どうだ、ハマっちゃった、パンク乗って、パンク乗って、乗って、そしてお前や、パンク、こっち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 まで、すると、こっちこっちこっちまで、曲がって曲がって曲がって、パンク、こっちこっち、おーしよしよし、すごいね、すごいわ、パンク覚えたね、すごいな、パンク、もしかしてセグウェイがどんどん上手くなっていく、パン君早いな、パン君早い早い、志村園長が呼ぶと、パン君パン君、こっちおいで、こっち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 おいで、パン君パン君パン君、ハハ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 ハ、止まんの覚えたよ、止まんの覚えたね、パン君止め方覚えたね、すごいな、パン君。というわけで、究極の乗り物セグウェイまで乗りこなしてしまったパン君7歳なのでした。